Reggae Japanese Reggae Dancehall TV。 はいはい、というわけで始まりました。ドゥディディレゲエですね、今日は。レゲエ、久しぶりですね、これをやるのも。おお、なるほど。そうですよ、あの最近ずっとラジオなんでね、はい、あの映像が出ることも久しぶりだし、はい、ドゥディレゲエってやるのも久しぶりな感じが、久しぶりでしたね。しておりますけれども、さあさあ、その久しぶりのドゥディレゲエですけれども、今日はですね、バンケルマリアキュラと共に、海外で活躍する日本人にちょっと出演していろいろ話を聞こうということで、今日はかなりインターナショナルな感じになっております。そうです、スペシャルゲストはまずニューヨークからアクス from エンパラーですね、エンパラーのアクス、そして DJ ブルーン fromスワッグビーツということで、よろしくお願いします。が、マイアミからですね、登場しているということで、マリーはジャマイカで、俺日本で、ニューヨークマイアミもすごい感じになってますけど、すごいすごいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあそういうことでね、なんかこう、あのマリーとラジオやってた時に、うん、なんか海外でバンバンやってるよねこの2人っていう話をしてて、何回か出ましたよね話題に、ね、そう、何回か出たんですよ、はい、でだったらちょっともうインタビューじゃないけど話聞いてみたら面白いんじゃないっていうので、今回2人に、同時出演していただいてる感じで、はい、はい、なんですけれども、じゃあどうしようかな、なんか一人ずつまずはどんな、なんかまあ例えばどれぐらいいて、でどういう活動しててとかを聞いていこうかなと思うんですけれど、軽く自己紹介してもらいましょうか。そうだね、せっかくでこれ見てる人も初めての人も多いかもしれないんですけど、はい、っていう感じで、じゃあちょっとアックスからお願いします。はい、はい、エンペラーサウンドのアックスです。ニューヨークは、今で5年と6ヶ月になります。うんうん、主にそのニューヨークでもそのブロンクスというエリアで活動してます。はい。長いね、気づいたらもうアックスも。そうですね、気づいたら5年あっという間に経ったっていう感じです。そうだね、もう5年か。なんかこう出来始めの時に結構藤山がニューヨークに行ってて、なんかそこで会ったりしたりはしてたんですけれど、はい、もう5年以上経ってるんですね、はい、実は。5年経ちました。半端ない感じで。じゃあ、バートン、ちょっと自己紹介お願いします。はい、DJ バートンです。大阪の、スワックビーツの所属 DJ バートンで、今マイアミで活動してて、もうこっちでちょうど5年ぐらいですね。10月で5年。はい。バートンも長えな。そうっすね。もう5年になりましたね。もう5年だ。気づいた。はい。バートンのその背景は空なの？いや、一応これ海。海をバックに。海なのね。マイアミで全くあんま伝わってなさそうや。なんだろうと思って。空感は出てますからね。空感だと思ってですけど。はい。そっか、じゃあ2人とももう5年もいてね、音楽活動してっていう感じでやってるってことはすごいな。なんか俺まだバートンがマイアミに行ってからマイアミ行けてない感じがあって。そうですけどね。うちのキッド君、はい、マイアミに住んで今。はい。はい、まあ、キッドも元気ですし。っていう感じですね、今元気やってたらいい感じですね、はいはい、なんか、はい、私は結構バートンとマイアミで何回か遊んだりとか、うん、一緒にダンス行ったりとか、うん、マレーがマイアミでやるとき、うん、バートン来てくれたりとか、うんうんうん、っていうリンク結構近いからね、ジャマイカとマイアミは間違いないね。ここちゃん結構やっぱ定期的に来てくれてるっていうイメージはありますね、うんうん、1時間半で行けるんで、飛行機で。そうですね、はい、沖縄ですね、もうそんな沖縄行くみたいな感じでやばい、そうだね、はい、近いね。はい、とても近いです。なるほど。はい、っていうリンクはね、ありつつも、私とアックスは、うん、はい、僕がなんかジャマイカに行かしてもらった時に、うんうん、いただいて、アメリカでは、ニューヨークでは会ったことないか、逆に。そうですね、ニューヨークでは、ね、
ことないです。はい。という回です、今日は。はい、相当インターナショナルな回になってますけども、はい、ちょっとなんか俺今日結構気になるのことがいっぱいなんか質問とかもあるんですけど、うんうん、まあもちろん今みんな2人ともこう5年いたって感じだったと思うんですけど、はい、まあ、5年経って、はい、だまあ俺はインスタとかこう見る限り2人ともまあまあすごいところで回してるなって思うんですけども、うんうん、行った当初ってまずいきなりそこのリーグに入れるとは思わないんで、そこのちょっとなんか最初の序盤の苦労話とかがあれば聞きたいなと思うんですけど、はい、なんかさ、アックスサンズ出たりとか、サンズニューヨークっていうすごいサンズっていうでかいイベントがあって、そうそうジャマイカ発祥なんだけど、うん、サンズニューヨークとかサンズマイアミとかサンズアトランタとかいろんなアメリカでもやってる、めちゃめちゃ、うん、もう何千人って入るダンスですよ、全世界で。そう、本当、うん、それに出てるのを見て、あ、めっちゃすごいとこ入ってんじゃんって思ったんだよね。うん、ありがとうございます、うん、そんな恐縮しないでください。だからそれね、どういう風にね、普段はブロンクスやってるけど、はい、結構サンズってでかい、はい、なかなか誰でも出れるイベントじゃないのにも出てるから聞きたいよね、はい、どういう風に。いや、めっちゃ聞きたい、うんうん、その苦労話からになるんですけど、うん、そのまず続いて、もういきなりブロンクスに住もうって決めてて、その日本行く時から、ね、元からブロンクスに、まあ、ちょっと自分が好きなサウンドがいたりとか、うん、まあ、当時サウンドクラウドとかで、うん、ずっと音源聞いてたサウンドがいてたりしたので、うん、でそれもあってちょっとブロンクス面白そうだなということで、もともとブロンクスに住むつもりでニューヨークに来たんですけど、もう定めてたね、うん、そうなんです。でもそれまではニューヨーク一回も来たことなくて、うん、で当初はもうその1年だけニューヨークで住んで修行して帰ろうっていうつもりで来たんです、うん、まあ、気づけばもう5年経ってるっていう感じです、うん、で最初はやっぱりその何も知らないので、そのどこに何があるかとか、どこでパーティーやってるかとか、どういう政治があるのかとかも全てわからないので、とにかく毎日そのダンスに顔を出そうと思って、でひたすらもう回すことだけ考えて、カバンにパソコン入れて、で外に出て、でやらせてくださいってこうお願いしに行って、じゃあなんか全然そういうダンスとかも結構なんかみんな若いやつがこう回したい他のやつらもいっぱいいてて、うん、でそこでこうがむしゃらに入り込んでいって始まったっていうのが最初なんですけど、でもそうだよね、待ってても絶対いきなりお前回せよなんて言われないもんね。絶対待ってたら一生ないですよね、回せよって言われることは、ね、自分から行かないと、うんうん、自分が出てるぐらいの勢いで、うん、もうパソコン開いて次やらしてみたいな感じで待ってたっす。そこだよね、海外は本当その気持ちだよね。で切り開いてきて、うん、サンズまでたどり着けるんだからすごいよな。なんかやっぱ日本人ってブロンクスで回してる人いた？その時当時は、うん、日本の IMK サウンドのゲソくんっていう、あ、ゲソね、うん、はい、ゲソくんが唯一ブロンクスでやってた、うん、他のセレクターは結構ブルックリンやったりクイーンズっていうところがニューヨークの中でも結構メインだったんで、ブロンクスで回してたのはそのゲソくんだけでした。デンとかはどこでやってんの？デンくんはブルックリン、うん、デンはブルックリンを中心にやってるの。はい、デンもめちゃめちゃいい動きしてるなと思ってて、はい、そうで、そうジョグリンクラッシュとかも出てくるし、デンマイアミでもやったりしてるもんね、うんうん、ね、うん、だからいやでもそれでもすごいなと思ったけど、アックスをノーチェックだったのにいきなりバンって出てきたからすごおみたいな、いきなりすごいってすごいね、うん、思って、
おかまいもニューヨーク行った時アックスのパーティーって楽しかったよとかも聞いてたし。あ、そうなんですね。うんうん、うんうんうん、ありがとうございます。で、それでちょっとずついろんなパーティー回せるようになって、ちょっとずつ名前を広めていって、そうです、で大きいパーティーから最近は声がかかるようになったって感じなのかな。はい、そうです。うん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 。まあでもね、すごい大変だ道のりだったとは思うんですけど、なんか、はい、大変なこととか、うん。途中でやっぱコロナの時期が訪れて、そっか、そっかそっか。そこで全てがこうひっくり返されるというか、一回全部みんなフラットに何もできひん状態になって、うんうん。うん、でそっからすごいなんかそのシーンとかパーティーのあり方もすごい変わったりしてきて、うんうん、でその中でやっぱ特にそのアジア人ヘイトとかアメリカっぽいあったので、あったね、そういう気にしながら生活していくっていう状況がやっぱ大変でしたね、そのコロナの時期すごい、うん、そうだよね、収入もなくなっちゃうもんね、そうしたら、はい、パーティーも禁止されてるので、うん、禁止されてるので、うん、全く何も急にできなくなる感じでしたね、うん、なるほど。ちなみになんかさっき言ってたそのコロナ前とコロナ後のパーティーのあり方が変わってきたっていうのは、なんかちょっとこう、はい、アックスの肌感的にはどういう感じで変わってきた？こう今までやとパーティーっていうとこう夜中にクラブで一晩通してやるっていうのがパーティーっていうイメージだったんですけど、平日も、うんうんうん、でもそのコロナ以降はどっちかというとそのレストランの延長線だったりラウンジの延長線だったり、時間も2時までとか12時までとか早い時間でも切り上げる、仕事終わりにそのまま行って軽く遊んで帰るっていうスタンスがやっぱ平日はすごく多くなりました。でもそっちの方が来やすいよね、いろんな人が。そうですね、なんかジャマイカもそういう感じになって、マイアミもそうだったと思うけど、うん、やっぱほんとそのラウンジスタイルでしか回せない、うん、いいのが結構2年とかあったけど、その間地道にやってた人って、うん、結局今すごいブッキング多かったりとか してるかなって思うから、アクスにとってはいい経験だったのかもしれないよね。はい、いい経験。うん。なるほどね。はい。で、バートンはね、バートンもすごいんですよ。うん、イグルーとか出てるんですよ、最近。確かにね、ありがたいこと。はい。イグルーっていうのも、ジャマイカとか、いろんなアメリカとか、いろんなとこでやってる、ね、すげえ何千人入る、うん、パーティー。そうですね。はい。で、やらさせてもらってますね。いや、すごいよね。うん、と思って。いや、ほんま、もうありがたいことで。うん、まあ、まさか、まあ、イーグルって言ったら、まあ、ね、音源、サウンドクラウドとかにも上がったりとかしてて、うん、まさか自分がこんなところで回せるとは、うん、もう夢にも思わへんかったっていうか、まあ、そこで回すことができて、うんうんうん、もう、すごい、まあ、なんか、なんていうんですかね、まあ、嬉しいですよね、もう、正直に、もう。うん、なんかバートンがマイアミに行くっていう時にいろいろ話してて、なんかどこに入り込もうかなみたいな、うん、バートンも考えて、ね、なんかマイアミって言ってもいろいろあるじゃん、ポートラロレールの方もあるし、ね、マイアミビーチの方もあるから、うんうんうん、でバートンはどこがいいかなって言ってて、そしたらバートンはドティデックスっていうすごいビッグのセレクターがいるんですけど、うん、はい、もうマイアミだけじゃなくていろんなとこでやってる、マイアミ拠点でやってる人がいるんだけど、 そのドティデックスのパーティーで回し出したんだよね、多分最初ね。そうですね、うん、最初は。なるほど、ね、でもまあそこ行くまでも結構大変やったですね。うんうん、一番最初。あ、そうなんだ。そうですね、うん、最初、ま、来た時ちょうど2018年来た時にもう全くアックスと同じで、うん、全く情報がなくて、うんうん、それこそまあインスタグラム見てももうやっぱちょっと調べ方も分からず、なかなかパーティーも見つけられずで、うん、どうしようどうしようと。で、まあちょっとなんかインスタグラムで1個なんかパーティーがあるっていうのがマイアミで分かったんで、とりあえずそれに行ってみると、うん、
で、とりあえずそれに行ったんですよね。あ、マイアミのパーティー面白いなって、やっぱマイアミパーティー面白いなってあって、そこでまあフライヤーとか見て、うん、まあいろいろ、あ、こういうパーティーがやってんねやと思って。で、そっからもう上から下まで、まあ見れるところはもう全部見て、もうやっぱ自分でもそのやっぱレギュラーをあのやりたいっていうのがあったんで、どうしても入りたいっていうのがあったんで、うん、上から下まで自分がその有名っていうやつよりか自分がイケてるっていうやつを探しに行こうと思って、で、なるほど、上から下まで全部見た、もうゲートーからアップタウンまで全部見たんですよ、うんうんうん、まあ、見れるところは全部見て、そこでまあ当時そのペンブロックパインズって言って、ちょうどねフォートローダーデールとマイアミの間ぐらいにあるところなんですけど、うんうん、そこでダブルタップサンデーっていうのがやってたんです、うん、でそれにまああのフライヤーあったんで、それに行って、うんうん、もう明らかに違うかったです、もう他のパーティーと、もうやっぱ選曲もそうやし、まあまあそのやっぱなんか、まあ来てる人もやっぱもう全てがイケてたっていうか、うん、もうそこで俺はどうしてももうここでやりたい、うんうん、そこからですね、まあ、あの、まあ、やらしてくれ、やらしてくれって言ってたんですけど、あのそのドディデックスってやつですね、うん、やらしてくれって言ってたんですけど、やっぱなかなかうんとは言ってもらえなかったんです、うん、で、これはでもどうしても、うん、もうここ以外は考えられないっていうことで、で、そう、で、もう、なるほどね、うん、そうなんです。で、デックスがジャマイカで営業ある、あったんですよね。確かね、ブジュが、うん、ジェールから出てきて一発目の時、あのスタジアムでやった、あ、コンサートの時、うん、そう、コンサートのアフターに出たんですよ、うん、あいつ、うんうんうん、で俺はもうどうしても、まあ、もうダブルタップサンデーで回したと思って、でまあ無事も出てくるっていうことで、うん、で、うん、ジャマイカに行こうと思って、でジャマイカのチケット取って、うん、でちょうどそのアフターの時にそのドティデックスがおったんで、そこでやらしてくれ、頼むからやらしてくれ、うん、って言って、最初ちょっと考えてたんですけど、うーんみたいな感じで、わかった、じゃあまあ来週からラップトップ持ってこいって言われて、わかりました、ほうほうほう、はい、でそういう経緯があって、やっとダブルタップサンデーにこの回すっていうことで、うん、でもそこまでで結構半年ぐらいかかりましたね、デックスを口説くのになるほどね、でも、デックスを口説くためにわざわざジャマイカで行ったんでしょ、別にマイアミで会えるのに。そうっすね。それもすごいよね、その行動力がね。なんかあの、ジャマイカで会うとちょっとこう、なんか、あの柔らかくなる感じが。わかる、わかる、わかる。そうなんですよ。お前来たんかみたいな感じで、うん、ちょっと柔らかくなって、そうそうそう、そうなるよね。うん、はい、でチャンスやと思って、でもここで、うん、ここしかないと思って、でまあ、うん、あのやらしくって言ったら、お、分かった、じゃあもうラップトップ持ってこいっつって、来週からっつって言ってくれたのが初めてです、そのきっかけですね、言ったら、はい、そうですね、まあそこまでちょっとあのすごい苦労はしましたけど、まあそっからもう毎週、そうですね、毎週、うん、やっぱりフロリダでもダブルタップサンデーっていうのはすごい、もうやっぱ歴史もあるし、すごいお客さんも入って、毎週毎週やっぱ600人ぐらい、700、600人ぐらい入ってて、もうすごいやっぱでかいパーティーやし、でなおかつその毎週世界のトップセレクターが来るんですよ、うん、例えばクロマティックであったりとか、コパショ、次の週はコパショットであったりとか、うん、っていうのももうすごい刺激やったっすね、めちゃめちゃ刺激があって楽しいね。それこそさっきマリエが言ってた、近いからめっちゃ来るよね。そうそう。はい、私が初めて行った時、ランクがちょうどやってて。うん、コードレッドの。そう。コードレッド。あ、この前日本にも来た。ね、なんか私がなんか、うん、チルインマイアミっていうパーティーがあって、それはもっと、もうちょっとアップダウンの、うん、パーティーで、で、その後、うん、バートンがやってるっていうから、行ったらすっごい並んでんの、もう外まで人溢れて、何ここみたいになって、で結構お客さんやっぱカリブの人が8割ぐらいだけど、ちょっと白いラテンっぽい女の子とかも混ざってたりして、なんか何ここみたいになって、入ったらランク回してて、でもヤードなのよ、もっと、うん、結構バイブスがヤードなのよ、そう、うん、
なんか、まあ、え、面白いってなって、私それから、うん、マイアミ行くときは絶対あの遊びに行くパーティーです、うん、そうですね、マリエちゃんも来てくれてますね、うん、うん、あのダブル、まあ、ダブル J のラザーもよく言います。あ、そうそうそう、はい、ラザーね、最近はちょっとあれなんですけど、はい、まあちょっと前までは結構2人でダンス行ったりとかよくしてましたね。ね、なるほどね。ああ、ヤードリンクがいたりするんだから、そこ行くとあみたいな。なるほど、そうっすね、そうそうそう、はい、そっかそっか、そうなんす、ね、もうだってフォードラダデールなんてさ、もうほぼほぼジャマイカのパリッシュみたいなもんだもんね。まあそう、ほんとそう、はい、ほんと多いよね、カリブの人マイアミにあるけどさ、そう、うん、もうめっちゃジャマイカやったもんな、ね、あそことか。じゃあジャマイカ、そうっすね、まあカリビアンス、うん、ね、やっぱりまあトリニダードとか、うん、あ、うん、まあいろんな、もうそのカリブの国の人種はすごいフォートローダーデールですね、うんうん、やっぱりね、そうか。いやー、でもなんかそのまあ例えばニューヨークだったらクイーンズとか、はい、そのブルックリンとか結構ジャマイカ系多いのかなと思ってたけど、はい、やっぱブロンクスも多いよね、すごい、はい、なんか僕のイメージではブルックリンクリーンはそのカリブのジャマイカ以外の国、例えばそのトリニダードやったり、うん、モハマだったり、他の国のカリビアンもたくさんいてるのがブルックリンっていうイメージ、うんうん、でクイーンズ、ブロンクスの口はどっちかというと他のカリビアンの人たちもいてるんですけど、やっぱそのジャマイカ人のそのコミュニティがすごい、うん、うん、イメージです、僕の。なるほどね。でも2人とも共通してるのが、そのなんだろう、もう思いっきり音楽やりに行くっていうのが最初から決まってったってことだよね、うん、その、はい、序盤そのまあ口説くまでバートンだったり時間かかったりとか、はい、マックスのプレイさせてもらうまで時間かかったって言って、もうだって1歩目からもそれやりに行ってるわけだから、もうそれ以外にやることないよみたいな、ね、そうです。そうだから、もうそういう動きするよね、本当に。なんかがっつり、ね、はい、がっついてさ、あの営業取り行くじゃないけど、はい、うん、そっか、面白いです ね、 やってますね。すごい大変なことだと思うよ。でもやっぱ自分の知らない土地でやるんじゃん、ね、それを地元で回させてくださいっていうのとわけが違うし、うん、日本人だからいきなり黒人はっていう中にこう殴り込みに行くみたいな、やっぱすごい勇気が、うん、ね、いる行動だと思うから。そうですね、まあそれこそ、そうだよね、多分アックもやっぱり最初誰かそこに日本人がおったっていうわけ ではないんですよね。まあ俺は、うんうん、そうですね、確かに、ね、誰もいなくして、まあその俺もアックスも切り開いていったっていうか、うんうん、間違いないっていう感じ、うん、そうだね。マイアミって聞くと昔はさ、キャプテンとかさ、ブラスターとかいたってイメージだけど、うん、それもやっぱさ、はい、もう結構上の先輩たちだから、うん、そうですね、その後誰かいたってのも聞かないし、うん、で、うん、アックスがいるそのブロンクスに関してもね、言ってもそのどうだろう、ハジとかってブロンクスだったのかな。ハジはブロンクスだった、ね、あ、そうですね、ハジブロンクス、うん、だからその後とかはもういないもんね、うん、あ、また一から切り開いていかない。スペリアがそうだった、そうだブロンクス、大地たち言ってたな、プランナムキッズがいたからだ、うん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 、あ、なるほどなるほど、はい、そうだそうだそうだ、うん、そっかそっか、あいつらも言ってたけど、でまあほぼほぼゼロから切り開いていくの、違う営業取り行くわけだもんね、はい、うん、いやー、やってる、だからそういう方がいるおかげで藤山さんとか海外行った時にプレーさせていただけるんですよ、本当に。いや、でもそれあるよね、本当あるよね、うん、いや、めちゃくちゃありがたいんですよね。そう、ね、あのグリーンピースのまさみがいた時とかさ、うん、その本やらせてもらったりとかもしてたし、いや、でもやっぱそういう風に開拓してってくれないと、俺らみたいなサウンドがパッて行っていきなりプレーできるっていうのもないからさ、なかなか。そう、大事な存在ですよね。いやー、大切ですよ、はい、言ったら本当なんかそこ切り開いてくれるおかげでその日本人にも優しくしてくれたりとかさ、周りの人が行った時に、そうだよね、お客さんとして行ってもさ、行きやすいじゃん。例えばアックスやってるよって言ったら、あ、ちょっと安心していけるかもみたいなあるもんね。
でしかも、うんうんうん、こっちからしてもその来てもらえるとそのジャマイカ人にも喜んでもらえるというかプロモーターの人に、ね、なんかたまには友達来てこいよとかやっぱ言われるんで、うんうん、うん、そうだよね、うん、日本の先輩方が来ていただけるともういやいいっすね。なんかダンサーとかが行ってもいいもんね。うん、間違いないね。ねえ、ダンサーが、日本人のダンサーのことが来てくれたら、もうそれだけで結構ハイライトになるじゃん、うんうんうん、ダンスと。そうなん、うん。やっぱりね、ジャマイカ人なんて、やっぱ女の子が来てくれた方がね、嬉しいですよ。えそれはあるよな、絶対。はい、もう多分もう、そうですね、俺も5年なんですけど、もう結構飽きられてる感があるんで、うん、そういう時に女の子とか来てくれた方が。はい、そうだよね。そうっす、まあ、はい、上がるよね、単純に。うん、だからもしこれ見てる人でニューヨーク遊びに行くけどどこ行くか分かんないとか、マイアミ遊びに行きたいけどダンスどこだろうって人がいたら、うん、もうガンガン DM したら2人のパーティーとかね、チェックしたとかしてきたら、そうそう、はい、うん、すごい、はい、ねえ、安心して遊べるし。そうだね、なんかこうこの時期来なよとかね、面白いのあるよとか教えてほしいもんね、うん、行くなら。そうですね、うん、はい、そうだよね、でかいパーティーあるよとかね。ああ、いい、うん、そう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 ね。いや、やっぱゲームガンガンやってますね、2人とも。いいですね、ありがとうございます、うん、まあでもアックスの方が多分やってると思うんですね。まあでもまあこれどっちがどっちとかは別にあれだぞ。まあまあまあやっぱ今日はそういうやつじゃないんですけど。今日はそういうやつじゃないです。今日は。もう最終はバイブスカーテル。カーテル。最初バイブ、まあ、ちょっと失礼かもしれないですけど、その僕もレゲエしに行く以外あんま用事ないというか、洗濯機欲しい。ないの。ああ、そっか。何度もないの。行けるように頑張りますよ、マイアミじゃ。全部着なよ。ニューヨーク行ってからマイアミってジャマイカ来たらいいんだよ、アキラは。それが一番いいね。一番いいよ。上から降りてくるわ。降りてきて、こういうふうに。